皆さんこんにちは、黒猫のミアです。白猫のマオだよ。野良猫勉強会へようこそ。今回の動画は2020年度の中学受験の入試問題の一問一答になります。実際に入試に出た漢字の問題を30問がセット計150問をクイズ形式で読み上げます。問題の答えの漢字を実際にノートに書いてもいいし、動画を見て漢字を覚えることもできるよ。それでは早速始めましょう。漢字の書き取りその6。第1問、古い友人を訪ねるの訪ねるを漢字に直すとどう書きますか？訪ねるの漢字はこう書きます。第2問、普段の努力で健康を保つの普段を漢字に直すとどう書きますか？普段の漢字はこう書きます。第3問、素晴らしい景色を見るの景色を漢字に直すとどう書きますか？景色の漢字はこう書きます。第4問、歴史ある町なので美観を維持するために高い建物の建築が規制されているの美観を漢字に直すとどう書きますか？美観の漢字はこう書きます。第5問、寒波が到来するの寒波を漢字に直すとどう書きますか？寒波の漢字はこう書きます。第6問、感染症対策としてワクチン接種が有効だの接種を漢字に直すとどう書きますか？接種の漢字はこう書きます。第7問、善悪の判断をするの善悪を漢字に直すとどう書きますか？善悪の漢字はこう書きます。第8問、燃料を補給するの燃料を漢字に直すとどう書きますか？燃料の漢字はこう書きます。第9問、2人で隠れて密談するの密談を漢字に直すとどう書きますか？密談の漢字はこう書きます。第10問、録画しておいた番組を見るの録画を漢字に直すとどう書きますか？録画の漢字はこう書きます。第11問、規則に従いその中で精一杯努力するの従いを漢字に直すとどう書きますか？従いの漢字はこう書きます。第12問、栄冠を下すの栄冠を漢字に直すとどう書きますか？栄冠の漢字はこう書きます。第13問、立派な屋敷の前を通るの屋敷を漢字に直すとどう書きますか？屋敷の漢字はこう書きます。第14問、問題は分割して考えようの分割を漢字に直すとどう書きますか？分割の漢字はこう書きます。第15問、王として君臨するの君臨を漢字に直すとどう書きますか？君臨の漢字はこう書きます。第16問、卒業式で感傷的になるの感傷を漢字に直すとどう書きますか？感傷の漢字はこう書きます。第17問、
昨日の失敗を明日の成功につなげたいの。失敗を漢字に直すとどう書きますか？失敗の漢字はこう書きます。第18問、先生が勉強の意味について解いたの。解いたを漢字に直すとどう書きますか？解いたの漢字はこう書きます。第19問、時代の精神の主張に合わせようとしてしまいますの。主張を漢字に直すとどう書きますか？主張の漢字はこう書きます。第20問、会場が熱気を帯びるの。帯びるを漢字に直すとどう書きますか？帯びるの漢字はこう書きます。第21問、長い間を費やすの。費やすを漢字に直すとどう書きますか？費やすの漢字はこう書きます。第22問、水色を基調とした風景画の。基調を漢字に直すとどう書きますか？基調の漢字はこう書きます。第23問、親孝行をしたいの。孝行を漢字に直すとどう書きますか？孝行の漢字はこう書きます。第24問、話題を提供するの。提供を漢字に直すとどう書きますか？提供の漢字はこう書きます。第25問、右折を禁止するの。禁止を漢字に直すとどう書きますか？禁止の漢字はこう書きます。第26問、現代絵画の典型をなす作品の。典型を漢字に直すとどう書きますか？典型の漢字はこう書きます。第27問、好きな俳優が出演している映画の。俳優を漢字に直すとどう書きますか？俳優の漢字はこう書きます。第28問、軍隊を率いるの。率いるを漢字に直すとどう書きますか？率いるの漢字はこう書きます。第29問、人を裁く役職の。裁くを漢字に直すとどう書きますか？裁くの漢字はこう書きます。第30問、新学年になり心機一転目標を立てるの。心機一転を漢字に直すとどう書きますか？心機一転の漢字はこう書きます。漢字の書き取りその7。第1問、料理に岩塩を使うの。岩塩を漢字に直すとどう書きますか？岩塩の漢字はこう書きます。第2問、破れたシャツの。破れたを漢字に直すとどう書きますか？破れたの漢字はこう書きます。第3問、火球の用事ができたの。火球を漢字に直すとどう書きますか？火球の漢字はこう書きます。第4問、自分の仕事に専念するの。専念を漢字に直すとどう書きますか？専念の漢字はこう書きます。第5問、大会記録を樹立するの。樹立を漢字に直すとどう書きますか？
樹立の漢字はこう書きます。第6問、美しい音色が聞こえるの音色を漢字に直すとどう書きますか。音色の漢字はこう書きます。第7問、人事を刷新するの刷新を漢字に直すとどう書きますか。刷新の漢字はこう書きます。第8問、鉱脈を掘り当てるの鉱脈を漢字に直すとどう書きますか。鉱脈の漢字はこう書きます。第9問、必死の努力も徒労に終わったの徒労を漢字に直すとどう書きますか。徒労の漢字はこう書きます。第10問、激痛が走るの激痛を漢字に直すとどう書きますか。激痛の漢字はこう書きます。第11問、仁愛の精神を大切にするの仁愛を漢字に直すとどう書きますか。仁愛の漢字はこう書きます。第12問、快晴の空の快晴を漢字に直すとどう書きますか。快晴の漢字はこう書きます。第13問、クーポン券をもらうの券を漢字に直すとどう書きますか。券の漢字はこう書きます。第14問、いつまで経っても引っ込み思案な性格はなかなか治りそうにないの思案を漢字に直すとどう書きますか。思案の漢字はこう書きます。第15問、作品の批評をするの批評を漢字に直すとどう書きますか。批評の漢字はこう書きます。第16問、効率よく働くの効率を漢字に直すとどう書きますか。効率の漢字はこう書きます。第17問、幼い頃からの鉄道好きが高じて鉄道会社に就職することになったの高じてを漢字に直すとどう書きますか。高じての漢字はこう書きます。第18問、癌の特効薬を生み出すかもしれないでしょうの特効薬を漢字に直すとどう書きますか。特効薬の漢字はこう書きます。第19問、細胞の構造を学ぶの構造を漢字に直すとどう書きますか。構造の漢字はこう書きます。第20問、食料を貯蔵するの貯蔵を漢字に直すとどう書きますか。貯蔵の漢字はこう書きます。第21問、株式市場が混乱するの株式を漢字に直すとどう書きますか。株式の漢字はこう書きます。第22問、窓に映る顔の映るを漢字に直すとどう書きますか。映るの漢字はこう書きます。第23問、才能が豊かな人の豊かを漢字に直すとどう書きますか。豊かの漢字はこう書きます。第24問、反対意見を退けるの退けるを漢字に直すとどう書きますか。
退けるの漢字はこう書きます。第25問、昆虫採集の採集を漢字に直すとどう書きますか。採集の漢字はこう書きます。第26問、今日1月20日は大寒で、二十四節気の中で寒さが最も厳しい自分だの節気を漢字に直すとどう書きますか。節気の漢字はこう書きます。第27問、先生はいつも笑顔を絶やさないの絶やさないを漢字に直すとどう書きますか。絶やさないの漢字はこう書きます。第28問、故郷の友人と再会するの故郷を漢字に直すとどう書きますか。故郷の漢字はこう書きます。第29問、天地創造の神話を読むの創造を漢字に直すとどう書きますか。創造の漢字はこう書きます。第30問、蒸し暑い日が続いているの蒸しを漢字に直すとどう書きますか。蒸しの漢字はこう書きます。漢字の書き取りその8。第1問、就職に有利な資格を取るの資格を漢字に直すとどう書きますか。資格の漢字はこう書きます。第2問、散歩することが日課になっているの日課を漢字に直すとどう書きますか。日課の漢字はこう書きます。第3問、旅先で消息を絶った友人からの突然の知らせの消息を漢字に直すとどう書きますか。消息の漢字はこう書きます。第4問、祝賀会に出席するの祝賀を漢字に直すとどう書きますか。祝賀の漢字はこう書きます。第5問、質問への回答を留保するの留保を漢字に直すとどう書きますか。留保の漢字はこう書きます。第6問、世界遺産に登録されたの遺産を漢字に直すとどう書きますか。遺産の漢字はこう書きます。第7問、業績を V 字回復させるの回復を漢字に直すとどう書きますか。回復の漢字はこう書きます。第8問、クラブ活動に意欲を燃やすの意欲を漢字に直すとどう書きますか。意欲の漢字はこう書きます。第9問、民族の攻防をかけた戦いの攻防を漢字に直すとどう書きますか。攻防の漢字はこう書きます。第10問、自転車の車輪を交換するの車輪を漢字に直すとどう書きますか。車輪の漢字はこう書きます。第11問、株価を操作するの操作を漢字に直すとどう書きますか。操作の漢字はこう書きます。第12問、贈り物を紙袋に入れるの紙袋を漢字に直すとどう書きますか。紙袋の漢字はこう書きます。
13問、美しい映像が流れるの、映像を漢字に直すとどう書きますか？映像の漢字はこう書きます。第14問、皇后陛下に手を振るの、皇后を漢字に直すとどう書きますか？皇后の漢字はこう書きます。第15問、車窓の景色の、車窓を漢字に直すとどう書きますか？車窓の漢字はこう書きます。第16問、会議で提案が承認されたの、承認を漢字に直すとどう書きますか？承認の漢字はこう書きます。第17問、チームを率いるの、率いるを漢字に直すとどう書きますか？率いるの漢字はこう書きます。第18問、今年は暖冬だの、暖冬を漢字に直すとどう書きますか？暖冬の漢字はこう書きます。第19問、紅茶に砂糖を入れるの、砂糖を漢字に直すとどう書きますか？砂糖の漢字はこう書きます。第20問、インターネットで動画を配信するの、配信を漢字に直すとどう書きますか？配信の漢字はこう書きます。第21問、有名選手にファンが群がるの、群がるを漢字に直すとどう書きますか？群がるの漢字はこう書きます。第22問、音楽の時間に合唱をするの、合唱を漢字に直すとどう書きますか？合唱の漢字はこう書きます。第23問、白磁は粘土を焼いて作られるの、白磁を漢字に直すとどう書きますか？白磁の漢字はこう書きます。第24問、今月は忙しいの、忙しいを漢字に直すとどう書きますか？忙しいの漢字はこう書きます。第25問、地元の名産品を宣伝するの、宣伝を漢字に直すとどう書きますか？宣伝の漢字はこう書きます。第26問、大学で心理学の講義に出席するの、講義を漢字に直すとどう書きますか？講義の漢字はこう書きます。第27問、名約を結ぶの、名約を漢字に直すとどう書きますか？名約の漢字はこう書きます。第28問、この動物の典型的な行動だの、典型を漢字に直すとどう書きますか？典型の漢字はこう書きます。第29問、犯人が事件のあらましを供述したの、供述を漢字に直すとどう書きますか？供述の漢字はこう書きます。第30問、秘密は絶対に守りますの、秘密を漢字に直すとどう書きますか？秘密の漢字はこう書きます。漢字の書き取り、その9。第1問、身に余る惨事をいただくの、惨事を漢字に直すとどう書きますか？
三字の漢字はこう書きます。第2問、政府の要人がいらっしゃるの要人を漢字に直すとどう書きますか。要人の漢字はこう書きます。第3問、痩せた土地を肥やすの肥やすを漢字に直すとどう書きますか。肥やすの漢字はこう書きます。第4問、目的地までの行程の行程を漢字に直すとどう書きますか。行程の漢字はこう書きます。第5問、不良品を取り除くの除くを漢字に直すとどう書きますか。除くの漢字はこう書きます。第6問、眠りから覚めるの覚めるを漢字に直すとどう書きますか。覚めるの漢字はこう書きます。第7問、冬に備えて灯油を購入するの灯油を漢字に直すとどう書きますか。灯油の漢字はこう書きます。第8問、貧困に悩むの貧困を漢字に直すとどう書きますか。貧困の漢字はこう書きます。第9問、これは規模の大きな計画らしいの規模を漢字に直すとどう書きますか。規模の漢字はこう書きます。第10問、近隣の地域のボランティア活動に参加するの地域を漢字に直すとどう書きますか。地域の漢字はこう書きます。第11問、卵を熱湯で茹でるの熱湯を漢字に直すとどう書きますか。熱湯の漢字はこう書きます。第12問、姉は海外に留学するの留学を漢字に直すとどう書きますか。留学の漢字はこう書きます。第13問、相手の意向を確かめるの意向を漢字に直すとどう書きますか。意向の漢字はこう書きます。第14問、親に孝養を尽くすの孝養を漢字に直すとどう書きますか。孝養の漢字はこう書きます。第15問、委員長を心よく引き受けるの心よくを漢字に直すとどう書きますか。心よくの漢字はこう書きます。第16問、事情を察するの察するを漢字に直すとどう書きますか。察するの漢字はこう書きます。第17問、署名運動に参加するの署名を漢字に直すとどう書きますか。署名の漢字はこう書きます。第18問、銅の鉱脈を見つけるの鉱脈を漢字に直すとどう書きますか。鉱脈の漢字はこう書きます。第19問、総理大臣が組閣に取り掛かるの組閣を漢字に直すとどう書きますか。組閣の漢字はこう書きます。第20問、安全装置が作動するの装置を漢字に直すとどう書きますか。装置の漢字は
こう書きます。第21問、解決方法を検討するの。検討を漢字に直すとどう書きますか。検討の漢字はこう書きます。第22問、橋の改修工事をするの。改修を漢字に直すとどう書きますか。改修の漢字はこう書きます。第23問、忘れ物をして至急帰宅したの。至急を漢字に直すとどう書きますか。至急の漢字はこう書きます。第24問、展覧会に行くの。展覧会を漢字に直すとどう書きますか。展覧会の漢字はこう書きます。第25問、父親も母親も会社に勤めているの。勤めてを漢字に直すとどう書きますか。勤めての漢字はこう書きます。第26問、この問題なら容易に答えられるの。容易を漢字に直すとどう書きますか。容易の漢字はこう書きます。第27問、人前で褒められて照れるの。照れるを漢字に直すとどう書きますか。照れるの漢字はこう書きます。第28問、大会運営の指揮を取るの。指揮を漢字に直すとどう書きますか。の漢字はこう書きます。第29問、湖を背景にして写真を撮ったの。背景を漢字に直すとどう書きますか。背景の漢字はこう書きます。第30問、複雑な問題を解くの。複雑を漢字に直すとどう書きますか。複雑の漢字はこう書きます。漢字の書き取り、その10。第1問、難民を救済するの。救済を漢字に直すとどう書きますか。救済の漢字はこう書きます。第2問、武器を密輸するの。密輸を漢字に直すとどう書きますか。密輸の漢字はこう書きます。第3問、要人を護衛するの。護衛を漢字に直すとどう書きますか。護衛の漢字はこう書きます。第4問、悲鳴が聞こえたの。悲鳴を漢字に直すとどう書きますか。悲鳴の漢字はこう書きます。第5問、新記録を樹立するの。樹立を漢字に直すとどう書きますか。樹立の漢字はこう書きます。第6問、国を統治するの。統治を漢字に直すとどう書きますか。統治の漢字はこう書きます。第7問、大人になったら立身出世して育ててくれた両親の恩義に報いたいの。恩義を漢字に直すとどう書きますか。恩義の漢字はこう書きます。第8問、中小企業に投資するの。投資を漢字に直すとどう書きますか。投資の漢字はこう書きます。第9問、知識を深めるの。知識を漢字に直すとどう書きますか。
知識の漢字はこう書きます。第10問、彼はよく勉強して博識だの。博識を漢字に直すとどう書きますか？博識の漢字はこう書きます。第11問、真綿を入れた布団の真綿を漢字に直すとどう書きますか？真綿の漢字はこう書きます。第12問、父の誕生日を祝うの誕生日を漢字に直すとどう書きますか？誕生日の漢字はこう書きます。第13問、港は大漁でにぎわっているの大漁を漢字に直すとどう書きますか？大漁の漢字はこう書きます。第14問、彼は明朗な性格で人から好かれているの明朗を漢字に直すとどう書きますか？明朗の漢字はこう書きます。第15問、雨で試合が来週に延びたの延びたを漢字に直すとどう書きますか？延びたの漢字はこう書きます。第16問、通勤電車の遅れは日常茶飯事だの茶飯を漢字に直すとどう書きますか？茶飯の漢字はこう書きます。第17問、絹織物を輸入するの絹織物を漢字に直すとどう書きますか？絹織物の漢字はこう書きます。第18問、耕運機を用いる農作業の耕運機を漢字に直すとどう書きますか？耕運機の漢字はこう書きます。第19問、山の頂に立つの頂を漢字に直すとどう書きますか？頂の漢字はこう書きます。第20問、世間の風潮を気にするの風潮を漢字に直すとどう書きますか？風潮の漢字はこう書きます。第21問、通学証明書を交付するの交付を漢字に直すとどう書きますか？交付の漢字はこう書きます。第22問、彼を疑うの疑うを漢字に直すとどう書きますか？疑うの漢字はこう書きます。第23問、危険な場所には近づかないの危険を漢字に直すとどう書きますか？危険の漢字はこう書きます。第24問、粉末の薬を飲むの粉末を漢字に直すとどう書きますか？粉末の漢字はこう書きます。第25問、事業の財源を確保するの財源を漢字に直すとどう書きますか？財源の漢字はこう書きます。第26問、京都は文化財の宝庫だの宝庫を漢字に直すとどう書きますか？宝庫の漢字はこう書きます。第27問、規則正しい生活を送るの規則を漢字に直すとどう書きますか？規則の漢字はこう書きます。第28問、格式の高い寺院の格式を漢字に直すとどう書きますか？
格式の漢字はこう書きます。第29問、世界の未来を予見するの予見を漢字に直すとどう書きますか。予見の漢字はこう書きます。第30問、賃金格差が問題になっているの賃金を漢字に直すとどう書きますか。賃金の漢字はこう書きます。今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。今後も動画を投稿していきますので、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。またねー。